スマイナス34、マイナス34フルバックスマイナス34スマイナス34は、ロシアのスホーイ社によって開発された、スマイナス27の発展型の戦闘爆撃機である。ロシアにおいては、あるいは、スマイナス24と、同様ファイト、呼ばれている。NATO コードネームはフルバック。1980年代頃に、ソ連空軍は、 スマイナス24の後継機となる戦闘爆撃機を求めていた。スホイ設計局がそれに応じ、t マイナス10ボルトの計画名で、スマイナス27戦闘機の発展型として、複座型のスマイナス34を開発した。名称内の末尾番号を4としたのは、スマイナス24との任務上の関連性を示すためである。ロシア空軍では、年代初頭までは、 スホイ設計局名称のスマイナス 27IB の名称を使用していた。また、海軍型はスマイナス32の名称が付けられていた。ロシア空軍向けのスマイナス34は1994年12月28日に量産型仕様の初号機が初飛行しており、1997年の初めに先行量産機4機が製造され、12機が 発注されたが資金難を理由に一旦は製造が停止された。2000年9月には資金調達が可能となり製造が再開され2005年4月に第1生産バッジ分の5機が製造され2006年10月12日にその初号機が初飛行している。2008年にスホイ社との間で量産型の第1次発注の18機の 製造契約が結ばれ、2008年1月9日には、スホーイ社は、スマイナス34のフルレート生産を開始したことを報告した。2010年に、最初の連帯分の24機が空軍に引き渡される予定であったが、スホーイ社での作業に遅れが発生したため、契約分のそれらの飛行試験は2010年11月に始まり、 最初の4機が2010年12月28日に空軍に引き渡されている。その後も空軍は、スホイ社との間で追加契約を行い、2015年までに58機を調達する計画としているが、この計画も遅れることが予定されている。海軍型のスマイナス 34FN は、ロシア海軍の購入が決まらず、生産と配備の予定は立っていない。 2008年5月9日、モスクワで行われた、対独戦勝パレードに、スマイナス34が参加した。スマイナス34を操縦したのは、リペツク飛行センター司令アレクサンドル・ハルチェフスキー空軍少将であった。5月9日の対独戦勝パレード当日、スマイナス34は、スマイナス24前線爆撃機と並んで飛行し、本機が、 スマイナス24の後継機であることを印象付けた。スマイナス34テールブームにある APU の排気口機種は先端のピトーカンと思われるものに続き、側面にチャインのついた大きな扁平の形状のレドームとなっている。機体全部はチャインのついた側面がそのままストレーキとなっており、その外側に全誘導式の 小さなカナード翼がついている。コックピット部分は、並列座席配置も、相まって、大きなキャノピーが胴体でも最も高い流気部の前方上部を占め、流気の後半部は、機体中央に向かってなだらかに下っている。座席からの直接の後方視界は失われている。コックピット左外面には引き込み式の空中給油用プローブが隠されている。 スマイナス27と同様にエンジンなどの後部胴体が機体全部に比べて低い位置にあるため、カナード翼から続いたストレーキは幾分高翼配置に見える62平方メートルの主翼へ続く。主翼と尾翼はスマイナス27と同じものが使用される。スマイナス27の胴体後部にあったベントラルフィンは本機では備わっていない。 スマイナス27の特徴でもあった最後端中央部の長く伸びたテールブーム部はビーバーテール状の薄いものからスティンガーと呼ばれる太い形状に変更された先端部には補助動力装置が収納されているためその排気口が設けられているまたテールブーム仮面にはチャフ、フレアディスペンサーが備えられている重量増加に対応するため前足は スマイナス27の単車輪式から副車輪式に主脚も同じく単車輪式からタンデム型の副車輪式に変更された。主脚が強化されているとの情報もあるが詳しくは不明である。スマイナス 34M のコックピットシミュレーター2名登場の副座座席は戦闘機形状の軍用機としては珍しいサイドバイサイドとなっており左席が 操縦士席で、右席が、並走担当士官席である。操縦席は、スマイナス24と、同じく K、K マイナス 36DM 射出座席が用いられ、乗員は個別に出される。スマイナス24ではキャノピーが開いたが、スマイナス34は固定されており、乗員は、前足背面にある乗降口からはしごを使い、コックピット後方のドアから出入りする。 上院区画は1 7ト、mm、ルのチタニウム走行で保護され、高度3万フィートまでは酸素マスクが必要ない程度に予圧される。赤工法には電子レンジを備えた簡易キッチンやトイレがあるとするのが定説であったが、ロシア国防省の公式チャンネルズベズダが公開した映像により、実際には、レーション、コーヒーなどを入れるホンボトル、紙瓶がそれぞれに名分と、 レーションを加熱する電子ヒーターが設置されていることが明らかになった。また、座席後方の通路部分は天井が高く完全に立ち上がれるため、ここでストレッチやスクワットをすることができる。操縦士席前方の軽基板が大きく場所を占め、ヘッドアップディスプレイも左側だけについており、並走担当士官席側の前方の簡素な、 軽基板と比べて左右が非対称になっている。軽基板は操縦士側に2つ、並走主管側に3つのカラー CRT、多機能表示装置を備えており、ヘルメット装着式照準機を使用することもできる。MAX-2009 でのス3 4ややわかりにくいが、テールブーム下面には、チャフ、フレアディスペンサーが配置されている。エンジンは、 リュールカ AL-31 エフターボファンエンジンを2機搭載する。最高速度は777ノットの約マッハ1.13も可能で、高高度では、スマイナス27のマッハ2.35に対して、マッハ1.8になるとされる。機体構造の変更と燃料の増量によって、最大離陸重量は、スマイナス27の 約30トンから約45.1トンにまで増加されているが、機体の荷重制限は、スマイナス27の9から 10G から 7G ほどへ、実用上昇限度は、スマイナス27の18000メートルから14000から15000メートルに低下したとされる。機内搭載燃料は、スマイナス27の9トン搭載から12.1トンにまで増やされた。 増装の使用によって燃料の総搭載量は最大で19.1トンまで増加できる。これにより航続距離は機内搭載分だけで約 4000km 増装を含むと約 7000km になりスマイナス27の約3700から 3900km と約 6900km より少し伸びている。戦闘行動半径は ハイハイハイで約 1100km、ハイロハイで約 600km とする情報があるが、増装の有無や、兵器の搭載量が明かされていない。ヒービヌイ -10B ジャミングポッドを装備したスマイナス34機種部には、B004 多機能高改造度パッシブフェーズのアレイ、イレーダーを搭載する。B004 は、X バンドを使用するレーダーで、 空対地能力が強化されており、合成開口による、高精細地上マッピングや、地形ツイズイレーダーモードを持ち合わせている。探知距離は、目標のサイズに応じて200から2 5 0トルで、グランドマッピングモードは5 0トルドップラービームシャープグランドマッピングモードは7 5トル地上移動目標識別モードは3 0トルで、ある。 戦闘機サイズの空中目標に関しては、90から 120km で探知できる。方位角と行角は60度でありピーク出力は 15kW。最大で10目標を探知して、最大4目標に攻撃が可能である。テールブーム先端にも、後方証言用の B005 フェーズドアレイレーダーを装備している。 赤外線捜索追跡装置は装備していないが、空対地攻撃用に前足格納庫の後ろに、テレビカメラやレーザー目標指示装置を有する、統合した、プラタン電子光学照準システムを搭載している。自己防御機材としては、スポ -15 米量ザレーダー警報受信機、チャフフレアディスペンサーを搭載するほか、R-73 用のランチャーと交換する。 形で両手翼端に L175V ヒービヌイ -10B ジャミングポッドを搭載可能である。ヒービヌイの装備によりスマイナス34は電子戦機となり、死体空ミサイルや航空目標から自身を守るだけでなく、味方の航空機を守ることができる。これとは別に同体下にジャミングポッドを装備した機体の飛行が2009年に確認されている。 通信システムとしては S-27 と同様に TKS-2M を搭載し装置を搭載したグループ内の航空機と地上を介することなく通信できる。またこのシステムは完全自動化され電子妨害にも強いとしている。2011年からは新しい通信装置である S-103 が搭載され始めている。最大搭載可能重量は 約8トンであり、日本製の F-2 や米国製の F-15E と同等である。ハードポイントを合計12カ所備え、ロシア空軍が原油し運用している空対地ミサイル、通常爆弾、レーザー誘導爆弾が搭載できるとされるほか、自衛用の空対空ミサイルを携行することができる。固定武装はス、スマイナス27系列と同じ。 GSH-30130mm 機関砲一門と150発の砲弾を搭載している。2010年には以下の改良が行われた機体が完成し、2011年9月にテストを完了、2014年から運用が開始。ロシアルジェリア2015年4月6日、ボロネジの近くでスマイナス34が、 ドラッグシュートの故障により滑走路をオーバーラにし、横転、深刻な損傷を受けたことを報じられた。2019年1月18日、日本海のマミア海峡上空で、訓練飛行中の2機のスマイナス34が、空中接触、2機は墜落して乗員は脱出している。原因は操縦ミスの可能性があり、ロシア海軍は太平洋艦隊の艦艇や、 ヘリコプターなどを投入して脱出した乗員の救出活動を開始しているとタス通信が報じた。ロシアの通信者である国営イタルタス通信及びスプートニクは2019年1月18日から19日にかけて緊急脱出したと推定される2機の機体の4名の乗員のうち1名はロシア国内軍の東部国内軍管区の 第568独立混成航空連隊、カーメンヌイルチェイ飛行場より進出した、対戦哨戒機のつマイナス142が発見して、遅れて到着したかマイナス27、PS 級難ヘリコプターにより収容、救助された後に、陸上の病院に移送され命に別状はないこと、一方で救助船の捜索により、海上で2名の乗員が発見され死亡が、 確認されたが、4人目の乗員である。もう1名の行方が分かっておらず、ロシア国防省は引き続き行方不明者の、遺体捜索活動は継続中であると発表した。スマイナス34武装喧嘩の組み合わせ出展、スホーイデータ、ゴードンデビッソン、AF テクノロジー、エアウォー、RU、リア、RU 諸原性能武装。ありがとうございます。